リスガー学院高等部1年の桜田美優です。ユニットはリリカルリリーと言います。リリリリって呼んでください。学院のお友達とやっているユニットです。 DJ ってまだまだわからないことも多いのですが、みんなで楽しく活動しています。ボーカルをしています。歌うことが大好きで、聖歌隊にも所属しているんです。カヌレドボルドーです。もともとフランスの修道院で焼かれていたお菓子で、とっても可愛らしいんです。いつも紅茶と一緒にいただいています。ホラーの映画や小説はちょっと苦手です。この前ミーコちゃんのおすすめの映画を拝見したのですが、その日はなかなか寝つけなくなっちゃいました。ミュージカルの鑑賞です。ステージで見るといつも感動しちゃいます。あ、今度リリリのみんなも誘ってみようかな。はるなちゃんはしっかり者で、いつもみんなのことを気にかけてくれています。あ、それとくるみちゃんはいつも面白いことを考えているんですよ。あとみーこちゃんは誰とでもすぐ仲良くなれてすごいなーって。あ、ついみんなのこと話しちゃいました。ロンドの青柳椿さんです。実は前から存じ上げていて、本当に素敵な歌声の方ですよね。クールな雰囲気もかっこよくて、実は少し憧れているんです。夢というと大げさですが、たくさんの人に歌を聴いて喜んでもらえたら嬉しいです。まさかユニット活動する日が来るなんて思いもしませんでした。まるで不思議の国に飛び込んだみたい。皆さんも私たちと一緒に冒険してみませんか？